組ではゲストと一緒にドリルを使って気持ちを習得していきます。今日は聖火くん寝ちゃったのでエミンちゃんにお願いします。自己紹介お願いします。こんにちは、小5のエリンです。今日は年賀状のパート2、なんて書いてありますか？トラトラトラ、2022年の今年はトラだからです。そうですね、今年は何でした？牛でした。来年はトラ。じゃあ用意するものを教えてください。はい、まずは印刷した紙、はい、と色の筆ペン、色の筆ペンと色鉛筆。じゃあ準備体操一応しますか？はい、はい、せーの。鋭いですね。1番から戻ってください。いきます。周りを囲みながら塗ってね。周りを囲みながら塗ってね。あのさ、年賀状の時、書く時はさ、色塗んないでしょ？塗んない。塗ってやったらなんでいや、すぐ終わっちゃうわ。さっきは長かったな。電車を出す電車。なると思う。簡単ですね。はい、簡単ですね。年賀状に書きます。はい、お願いします。はい、緊張ですね。緊張の一瞬ですね。緊張の一瞬です。さっきのドリルの裏にさ、一回筆ペンってどんな感じか書いてみてもいいよ。ね、これ書きやすい。うん、試し書きね、してみて。うん、きれいきれい。いいですね。いいですね。いいですね。これの横にお手本のこっちにね、はい、こうやって置いて、はい、うん、やっと書けます。この瞬間を待ってました。追跡しなくてもでかいやん。うん、いいじゃん。いいですね。いいですね。ここにね、これは黒で虎の柄を書いてみたけど、うん、別に黒じゃなくてもね、好きな色で、うん、こことかもね、好きな色でいい。でもほら、黄色に黒って虎でしょ。まあそりゃそうですよね。そりゃそうですよね。はい、茶飯にチャレンジします。茶飯に。はい、私はまつげを描く派ではないんですよ。この花可愛いですね。
どうですか？いいと思います。蚊の方はね、尻尾のイメージ、はい、外側ぐるんってやって、なんか柄描いてみたんですけど、はい、虎に見えますか？見えますね。見えますか？うまいですね。うまいですね、りんちゃん。ありがとうございますね。出しますね。そう。どうでしょうか。いいですね。はい。じゃあ今秘密兵器をね、はい、ちょっと出したいと思います。それはスタンプですか？なんで言うんですか？はい。はい。じゃじゃーん。じゃじゃーん。ハンコですね。はい。スタンプですね。スタンプですね。おみくじシールって知ってる？知りませんね。おみくじね、シール貼ってあげると、これめくるとね、はい、口出るんだって、おみくじが。すごいですね。すごいですね。あとこういうね、間違えたとこに貼るように、私はシールシールになってるから、なんかここにこう半分だけとかいいですね、これハサミで切って、そうそう、こんな感じで切って使うのがすごいおすすめなんですね。やってまたいと思います。やってまたいと思いますね。それはここに貼りたい。そこに貼ってしまうんですね。こう、うん、で、うん、こう、うん、で準備完了いたしました。はい、じゃあやっていきましょう。バランスいいですね。バランスいいですね。わあ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいですね。うん。こちらにポンと。すごいですね、これは。すごいですね。発明品ですね。発明品ですね。薄かったですね。薄かったですね。しょうがないですね。しょうがないですね。ティッシュあったっけ？ティッシュですか？持ってくる、持ってくる。しっかり拭きましょう。はい、そうですね。お洋服とかにね、ついちゃいますよね。ついちゃいますよ。ここにおみくじシール。シュル。シュル。おみくじシールをめくります。大吉。違う。おみくじシール、それさ、もうめくっちゃったじゃん。え、これ、こう取るだに。こっちにあります。いいですね。はい、書きたいと思います。はい。どんな一年でしたか？友達といっぱい遊んだ一年でした。あ、もうそれが一番ですね。あ、綺麗、かわいいじゃん。綺麗ですね。綺麗ですね。みんなもやってみてね。バイバーイ。バイバーイ。